茶碗の中読者はどこか古い塔の階段を上がって真っ暗な中をまっ立てに上がっていってさてその真っ暗の真ん中に雲の巣のかかったところが終わりで外には何もないことを見いだしたことがありませんかあるいは絶壁に沿うて切り開いてある 海沿いの道をたどっていって結局一つ曲がるとすぐゴツゴツした断崖になっていることを見出したことはありませんかこういう経験の感情的価値は文学上から見ればその時起こされた感覚の強さとその感覚の記憶の鮮やかさによって決まるところで 日本の古い話本に今言ったこととほとんど同じ感情的経験を起こさせる小説の断片が不思議にも残っている。たぶん作者は武将だったんであろう。あるいは出版書士と喧嘩したんであろう。いやことによれば作者はその小さな机から不意に呼ばれて帰ってこなかったんであろう。 あるいはまたその文章のちょうど真ん中で死の神が筆を止めさせたんであろうとにかくなぜこの話が結末をつけないでそのままになっているのか誰にもわからない私は一つ代表的なのを選ぶ天那四年一月一日 すなわち今から二百二十年前、中川貞森が年始の改良に出かけて、江戸本郷、白山の茶店に一行ととともに立ち寄った。一度休んでいる間に、家来の一人、関内という若党があまりに渇きを覚えたので、自分で大きな茶碗に茶を汲んだ。飲もうとするとき、 不意にその透明な黄色の茶のうちに自分のでない顔の写っているのを認めたびっくりしてあたりを見回したが誰もいない茶の中にえいじた顔は神格好から見ると若い侍の顔らしかった不思議にはっきりしてなかなかの講談師で女の顔のように優しかった それからそれが生きている人の顔である証拠には目や唇は動いていた。この不思議なものが現れたのに当惑して関口は茶を捨てて司祭に茶碗を改めてみた。それは何の模様もない安物の茶碗であった。関口は別の茶碗を取ってまた茶を汲んだ。また顔が映った。 関内は新しい茶を命じて茶碗に入れると、今度はあざけりの微笑をたたえて、もう一度不思議な顔が現れた。しかし関内は驚かなかった。何者だか知らないが、もうそんなものに惑わされはしない。とつぶやきながら、彼は顔も何も人のみに茶を飲んで出かけた。 自分ではなんだか幽霊を一つ飲み込んだような気もしないではなかった同じ日の夕方遅く佐渡森の邸内で当番をしている時その部屋へ見知らぬ人が音もさせずに入ってきたので関内は驚いたこの見知らぬ人は立派な身なりの侍であったが関内の真正面に座って この若党に軽く一礼をしていった。四季部兵内でござる。今日初めてお会い申した。貴殿は呉を見覚えならぬようでござるな。鼻肌低いが鋭い声で言った。関内は茶碗の中で見て飲み込んでしまった君の悪い美しい顔。 例の妖怪を今目の前に見て驚いた。あの怪異が微笑した通り、この顔も微笑している。しかし、微笑している唇の上の目の不動の行種は挑戦であり、同時にまた侮辱でもあった。いや、見覚え申さぬ。関内は怒って、しかし冷ややかに答えた。 それにしても、どうしてこの帝へお入りになったかお聞かせ願いたい。封建時代には、諸公の屋敷は、野中共に厳重に守られていた。それで、警護の武士の方に許すべからざる怠慢でもない以上、無案内で入ることはできなかった。ああ、呉に見覚えなしと仰せられるのですな。 その客は皮肉な調子で少し近寄りながら叫んだ。いや、呉が見覚えがないとは消えぬ。今朝、呉に非道な害をお加えになったではござらぬか。関口は帯の担当を取って、その男の喉を激しくついた。しかし、少しも手応えがない。 同時に音もさせず、その侵入者は壁の方へ横に飛んで、そこを抜けていった。壁には退出の何の跡をも残さなかった。ちょうど、ろうそくの光が安鈍の紙を透けるようにそこを通り過ぎた。関内がこの事件を報告したとき、その話は侍たちを驚かし、また当惑させた。 その時刻には邸内では入ったものも出たものも見られなかったそれから佐渡守に仕えているもので式部兵内の名を聞いているものもなかったその翌晩関内は非番であったので両親と共に家にいたよほど遅くなってから 残事の面談を求める来客のあることを取り継がれた。刀を取って玄関に出た。そこには三人の武装した人々、明らかに侍たちが式台の前に立っていた。三人はうやうやしく関ちに、で、敬礼してから、そのうちの一人が言った。坊らは松岡文吾。 飛ばし急三岡村平六と申す式部平内殿の侍でござる主人が昨夜ご訪問いたした説、つ貴殿は刀で主人をお討ちになった怪我が重いから傷の養生に投じに行かねばならぬしかし来月十六日にはお帰りになるその時にはこの恨みを必ず晴らし申す それ以上聞くまでもなく、関内は刀を取って飛び出し、客をめがけて前後左右に切りまくった。しかし三人は隣の建物の壁の方へ飛び、影のようにその上へ飛び去って、それから、ここで古い物語は切れている。 話の後は何人かの頭の中に存在していたんだがそれは百年この方塵に帰している私はいろいろそれらしい結末を想像することができるが西洋の読者の想像に満足を与えるようなものは一つもない魂を飲んだ後の最もらしい結果は自分で考えて見られるままに任せておく